んありがとうございます。メイク配信、ちょっと待って、メイク配信、メイク配信です。じゃーん、この鏡を使いたいと思います。で、タオルはなおさんの、なおさんの卒業のやつを使わせてもらって、タオルって言ってもそんなに使わないんだけど、岩友さんありがとうございます。 YSA さんもありがとうございます。マツビーさんもありがとうございます。そう、ちょっとこのメイク配信って言ってもね、誰に需要があるんだってなって、誰にも需要がないランキング1位の私の、高谷さんもありがとうございます。メイク配信だと思うんですけど、見ている人がいるということを願ってやりたいと思うので、皆さん見てください。あ、着いた。メイク配信だからどんな風になるかも分かんないんだけど、ちょっと待って、一回こっち映すね。ちょっと難しいな。メイク配信ってさ、メンバーの皆さんどうやってやってるの？僕も分かんないの。初だから分からない、こんな分からないことだらけで、ちょっと分かんない。今日さ、学校でさ、友達が髪の毛をね、ツインテールにしてくれて、それのままだからちょっとぐちゃぐちゃになってるんだけど、よし、よし、ちょっとさ、これ明るすぎ、あ、でもこれ、あれなくても大丈夫、あ、なくても大丈夫かもしれない。こっちをちょっと明るくする。よし、じゃあちょっとこんな感じ、すっぴんは、すっぴんを公開しちゃう、こんな感じです。すっぴんはこんな感じ、ちょっと待って、もう髪の毛もこんな感じです。なんかちょっとね、何か足りない女の子みたいになってる、ね、こんな感じ、こんな感じです。これからどんな感じに、あの、保湿は一応たくさんしてやったんだけど、今日ちょっと前髪がこっちに流れてるから、このファンの方がくれたピンを使って、メイクの時に使ってる。それを内側で、あ、ちょっと待って、これで一旦止めといて、あ止めといて、はい、こんな感じでやっていきたいと思います。ちょっとお水をいただきます。 B さんありがとうございます。うん、ここが作ったお部屋、他にも可愛い壁紙があるんだけど、今日はここでね、天井がね、これすごい凝ってるの、ほら見て、こんな感じで可愛くない？あ、ちょっと見えちゃう、ライトの電源が。これいい？これ見えすぎかな、もうちょっと近くがいいのかな、もうちょっと近くです。よし、もう少し近く、オッケー牧場私のメイクなんて役に立つか本当にわからないんだけど、これでどうかな、これでどうかな、いい感じかな、
これでいい感じかな。いい感じかな。逆にさ、このライトを消してた方がいいかな。こんくらい？こんな感じでいいかな。ちょっとニキビとかあったりする。これでいいかな。じゃあ、OK 牧場。なんかすごい。なんか今日なんでメイク配信にしたかっていうと、また皆さんに後々ねお伝えにはなると思うんですけど、そのメイクをメイクしてる、まあ普通にさいつもみたいになんか写真とかそういうなんかお仕事の時の写真とかあげる時は大体いつもねメイクをしてるんですけど、そんな感じでメイクをしたあのまあなんていうのあれ写真をあのスタッフさんに、ね、送らないといけなくて、また皆さんにはご報告っていうかね、まあお仕事なんですけど、それだからメイクをしないといけないってなって、だから今日はもうショールームでメイクしてその写真を完成したのをスタッフさんに送らせていただいたら逆に一石二鳥なんじゃないかと思ってメイク配信にしました。人からさんありがとうございます。きよしさんありがとうございます。よし、じゃあメイクをやっていこうかな。じゃあメイク、私のメイクポーチはこんな感じ、結構汚い感じ見て、これはなんか広島だったかな、広島のなん熊の筆みたいなやつ書いてる。これを広島ツアーかな、がお母さんが見に来てくれて、お父さんとお母さんとおばあちゃんとお姉ちゃんでも結構見に来てくれて、その時に私は観光ができなかったんだけど家族が観光してそれを お土産としてもらいました。自分も実際に行ったのにお土産としてもらうっていう、なんかなかなかあんまりかんあれ何感情がよくわからないなんですけど、そう。じゃあファンデーションはいくつかって言っても、あ、もう一個のやつね、どっかやっちゃったかもしれない。もう一個ね、あ、ないね、なんかね一個ファンデーションなくしちゃって、あ、やっぱりないか、一個ファンデーションがなくしちゃって、なくしちゃってる。いつもはこの RMK っていうの、ルミコっていうの、わかんないんだけどっていうあのファンデーションと、なんか最近、あ、そう最近買ったこれなんて読むの、これミシャクッションファンデ、ずっとクッションファンデが欲しくて、ライムさんありがとうございます。クッションファンデが欲しくて、これがなんか人気って聞いたのでこれを買いました。ミシャっていうやつで、これは普通にもう昔からデビューしてからずっと使ってる RMK っていうの、リミコっていう、なんかいろいろな読み方あるよね、を使ってます。で結構時間がない時とかは最近このクッションファンデを使ってますっていう紹介で、下地もだよね、最初に下地はそれあの RMK のグリーンのコントロールカラーっていうやつを使ってて、あとトーンっていうやつの紫と、これも最近買った、ずっと欲しくて、後世のこれも緑だね、トーンアッププライマー化粧下地、ちゃんとあのあれもついてます。そう、人からさありがとうございます。ファンデーションの下地はこれと、あとその RMK のメイクアップベース、これは普通に使う一般的なやつで、これは結構肌に赤みがあるとき、なんかニキビとか、ニキビができそうとか、肌にちょっと赤みがあるときにこの緑のを下地にしたら、なんかいろいろ YouTube でね、なんか
あの勉強したんだけど、この緑のやつを使ったら赤みとかが消えるから、赤みとかニキビとかそういう時期がまああるんですけど、そういう時には緑の下地が良くて、でこの紫のやつは透明感、自然に透明感を出したり、ツヤ肌にするときは紫のクッションファンデじゃないや、化粧下地を使います。でなんか最近気づいたんだけど、そのツヤ肌とか透明感を出すってことは、なんかこういうハイライトを入れる T ゾーンとか、こことか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 にこの紫の下地を入れたら、ハイライトをしてるみたいな、してないんだけどファンデーションとそれこの紫のやつでしてるような肌になるので、でこれはね練りなんですよ、練りのやつなのでいいと思います。うほうほうさんありがとうございます。で、まあ、ファンデーションはこっちのどっちかと、あと1個あるんですけど、それがどっか行っちゃったので、で今日は肌にこことこことここ、またここぶり返しちゃったんですよ。紫の下地の名前もう1回だった、あ、紫は2個あるんだけど、後世のこういうやつ、これはね700円とか600円とか安いです。500円とかだったかな。これはトーンのルミナイザーフェイスカラー03ってやつ、紫のねやつで、これはでもちょっと使いにくいっていうか、あ、なんかねこういう鼻筋とかちょっとのところ一部分とかだったら使いやすいと思うんだけど、全体に塗るってなったら練りだから塗りにくいんだけど、こっちだったらサラサラしてるし、全体にも顔全体にこれは塗りやすいです。ショートさんありがとうございます。なのでそういう鼻筋とか一部分の時はこれを使います。そう、でも最近マスクとかをするから、結構その紫の顔全体に塗ったり、この目元のところは紫にしたりしてます。で今日はあの赤みが顔にないので、この普通のやつ、普通の基礎のやつをやります。これは普通に手で下地を、あ、待って、塗っちゃいます。これは普通にこうやってのせて、でちょっとニキビのところは避けたいので、こんな感じでやって、で一応鼻の筋とかにもその下地はやるんだけど、あのなんだっけ、一応全体にも顔全体にこんな感じでバーって、これは本当になんか乳液塗ってる感じみたいな感じでバーってしていきます。でここの鼻のところとか、まあ後でね説明するんだけど、まあ、で今日はおでこ出さないからここら辺まで、で余ったら適当にこうやってってやります。でこのさっきの紫のやつ、こっちでもいいし、でも一回下地はこことかにも塗っちゃったから、この練りのやつで適当にこうやって取って、こうやってパーってここの目元、クマがすごいからここにパーってやって、こっちもこうやってやります。地下にいるの、地下じゃない。でもここの部屋なんかすごい声響く。ここにやって、であとはちょっと取って、ここの鼻の先、ほらこれだけでちょっとハイライトしてるみたいな。でこうやってここ一直線、なんか今までここ一直線にね、バーってこうやって塗ってたんだけど、こことここだけ。にした方が鼻が通ってるように見えるの。でも逆にここまでやっちゃったら逆になんか変な鼻みたいになっちゃうからやめるようにしました。ほんとこれ4日前とかに気づいた新技でここにこうやって、ほらこれだけでちょっとで、まあ、おでこに、でもこれはね前髪ある時にここのおでこに塗っちゃうとちょっと油っぽくなっちゃうから、あんまり塗らないようにしてる。でこの紫のやつ、あ、紫じゃないや、緑のやつはここの鼻のここ脇とか結構赤くなっちゃうから、化粧とかずっとしてたら結構毛穴っていうのが溜まっちゃってね。そうで、これでちょっとここの鼻の下とここのちょっとニキビのところに上からポンってやるだけでちょっと色が分かりづらくなる。まあ、完全には分かんないっていうことじゃないんだけど、ファンデーションした時に見えにくくなる。
多分間違ってることも言ってると思うかもしれないんだけど、ほらなんかちょっと薄くなったの分かるかな。そう、こんな感じになります。でファンデーションは普通にポンって、ちょっとでもね、ファンデーションですね、こんくらい、もうそんなにちょっとで、ね、今日はでもちょっとこれはちょっと汚いんだけど、ちょっとまあ今日は許してください。こんな感じで、なんか最近ずっとクッションファンデを使ってて、このリキッドのあれこれを使ってなかったから、ニキビパッチとか使わない。あ、ニキビパッチってさ本当にさ効くのかな。で使ったことなくて、でも友達が使ってるのをね見たことがあって、効くのかなと思ったんだけど、ニキビパッチってどういうあれ、どういうあれなんだろう、どこかのスタジオみたい、カラオケルーム、いや普通の部屋なんだけど、ここ声響くよね。でもでさっきのなんか何種類か下地を使ったので、それがまばらにならないようにこんな感じでパーって何個か使ったところ、こんな感じでパーってやります。こんな感じで、でもちょっとここのニキビ痛い。ハヤタとチャマーズさんありがとうございます。地下にいないよ、普通のお部屋にいます。白くなった肌が。こんな感じで作ってもらったお部屋、そう作ってもらったお部屋、新しいお部屋、初公開、こんな感じで。でもこれはね、あちょっとクマ隠れるけど、こんな感じでベースメイクは終わりで、次はなんかお仕事とかの時はこの MAC の、 アイメイク下地っていうやつ、こういうやつを使ってるんだけど、これはアイメイクのベースなんだけど、これは結構何時間も取れないけど、こういう本当に数時間だけのお仕事とか、そういうライブとか劇場公演とかの時は、すぐ化粧直しメイク直しとかができないから、そういう時は何時間もするなっていう時はこれ使うんだけど、今日はしません。なんかね、何色のメイクにするか悩んでるんだけど、アイシャドウは最近たくさん入手してね、このエレガンスっていうやつ、エレガンスのアルモニーアイズ05ってやつ、こういう2色が入ってます。エレガンスっていうやつ、これか、あこれとエレガンスだった。これはね最近どのアイメイクにも使うんだけど、これもエレガンスのレオンジュレアイズっていうやつ、そう初見でした、ありがとうございます。それとあとこれは普通にドラッグイレブンとかで売ってたやつなんだけど、ビゼアバンシングルアイカラー、ビゼアイアバンシングルアイカラー042ってやつなんだけど、これはクリスマスメイクとかに使えると思います。こんな感じで、でこれはゆうなちゃんからもらったアディクションのザ・アイシャドウ099番っていうやつと、これもゆうなちゃんからもらった092番アイシャドウと、あとはこれもさっきの種類と一緒なんだけど、これです。これはビゼアイバンシングルカラークリーミー103番ってやつです。とこれは最近入手したアディクションの
スパークール017番っていうのかな、これこれはラメも入ってて、すごいラメが綺麗で、それもオレンジメイクなんですよ。だからすごい可愛いのが最近はお気に入りです。だからどれにしようか迷ってるんだけど、まあ単色で簡単なオレンジメイクにしたいと思います。普通にここの腹にのせてこんな感じで、ここの二重幅の間よりちょっと広いくらいに塗っていきまして、あの渡辺直美さん の, あのインスタライブをね見させてもらってて、その時になんだっけ、あそうなんだと思ったのが、なんかこのメイクのこのアイシャドウとかこっちの目尻の方が濃くなった方が目が大きく見えるって言ってたので、目尻を最初にこうやってつけてからやるようにしてます。そう、でもあんまりアイシャドウを濃くしすぎちゃうとキャバくなっちゃうので、できるだけ薄くこんな感じです。でここの涙袋のやつは、じゃあ涙袋はこれはねドン・キホーテで買ったんだけど、本当に謎、なんていうの、 K パレットティアーズシャドウ&ライナー、ティアーズシャドウ&ライナー K パレット01ってやつ、こっちはあんまり使わないんだけど、こっちが涙袋を描く薄い線なの。これをここのこうやってこうやってこうやって力を入れたところに、ちょっとぷくってなったところにこうやって、ほらこんな感じで影ができるんですよ、こんな感じで。でここの二重の最後らへんにもダブル二重ラインっていう言い方か忘れたんだけど、ここにもやるとちょっと二重幅が強調されます。これはマキュアージュっていうやつ、ドラッグイレブンとかに売ってるやつのドラマティックスタイリングアイズ OR303 ってやつです。ブケニャンさんありがとうございます。メイク人に習ったことありますか？あ、メイクはでもあれです、最初に入った時にそのメイクさんに教えてもらって、でもそれからは自分で YouTube とかで勉強したりしました。そう、でも最近は家にいること期間が長い時あったじゃないですか、もう学校もお休みだった時とか、その時はずっと YouTube で足痩せの方法とか、それこそメイクのあれ動画とかは今でも見てるんだけど、見てます。あ、でその中のここをもうね、そこが見えちゃってるんだけど、これをここの涙袋に塗って、でここのこの下のここからここら辺まっすぐ向いた時に、ここの黒目のこっからこっち、こっからこっちは塗らないようにして、さっきのアイシャドウ、上にも塗ったアイシャドウのちょっとのせてここにのせます。さっきのアイシャドウをさっき言ったこっからここのとここにのせます。そしたらここの上のなんていうのアイシャドウと色が同じのを塗ることによって目が大きく見えるらしいです。これはお母さんが YouTube 見ててお母さんが言って真似しました。ほら大きく見えないね、大きく見える。で私のアイラインは、アイラインはこれはもうなんと2本目、ラブライナーの、ラブライナーの、これ何色っていうの？リキッドの、リキッド、ラブライナーのリキッドのね、これは多分ね、茶色、茶色です。ね、茶色茶色、このね金色のやつ
金色のやつです。これはね本当に2本目なの。ほら2本目。そうで、これをこっからこのまつげの際にこうやって塗っていきます。なんか最初はアイラインすごい下手くそで、あ、下手くそっていうか描けなくて、描けなかったんだけど、練習を重ねて上手くなりました。でもこのまつげとまつげの間に私塗れないので、このまつげの、これまつげの間じゃないんだよね、多分ここのまつげの上のこの際のところにこうやって塗ってます。そうで、ここら辺はちょっと薄くして、この黒目の上の、黒目のここの幅のところは3回くらい塗ってちょっと太くしてます。で、こうやって目の周りを囲って、そのまま私はこうやって引いてます。こうやってそのまま、こんな感じ、こんな感じです。眉毛は後から描きます。目が終わって目のバランスを見て眉毛は描くようにしてます。なんかその日のメイクの、アイメイクの濃さとかによってなんかね、眉毛はね変えてるって言ったらあれですけど、濃さとかその時のアイメイクの仕方によって変わったりするので、あ、またこっち失敗しちゃった。変えるようにしてます。で、下のここのところも黒目のところだけ、なんか全部ここを引いちゃうと、ここからここまで上のまぶたの上みたいにやった、まぶた？まつげの間みたいにしちゃうとここが黒くなっちゃって逆に目がちっちゃく見えちゃうので、本当に下は薄く粘膜に描いてるみたいな感じで、下はこの黒目の間、こっからここの間だけをやってます。で、目はもう終了。あ、あとはまつげなんですけど、なんと次は私の大好きな100円ショップのゆきたんさん、ありがとうございます。じゃーん、これ100円ショップ販売名オートアイブロウ OPOK2 ってやつです。こんなやつ、こんな色でちょっと茶色なんだよね、黒っぽい茶色みたいな感じ。あ、アイラインと色が一緒だね。で、こっちはちゃんとこれがついてて、そう、100円ショップなの。すごくない？100均がこんな進化してるなんてびっくりだよ。そうで、まずこっちでこうやって普通に毛並みを揃えて、こうやってね、ね、本当に眉毛ね、OPOK って読むのか分かんないけど、こうやってまあ適当に揃えて、ちょっと芯を出して、ここのところに、これどうやって説明すればいいの？ここの、この眉毛がね、ここが生えてるんだけど、ここ眉毛は本当にあのなぞるくらい、こんな感じ、ここの間を埋めるくらいで、またここも間を埋めます。で、ここのちょっと間も薄いからちょっと描き足してこんな感じ。こっちとちょっと違うの分かるかな？
そう、元がすごい薄くてこんな感じです。変わったの分かるかな、こんな感じで、こっちもこうやってちょっと毛をこうやって上にしたりこうやって下にしたりして適当にとかします。で、さっきと同じように、あ、で眉毛はこうやってちょっとこうやって水平に描いてます。水平にペンをこうやってやるように、こうやってやったら濃ゆくなっちゃうのでできるだけ立てずに、本当に眉毛も最近まで描けなくて自粛期間の時に描けるようになりました。練習してね。こんな感じで、で次はこっちも間のところはね太いからもう描き足さないで、こんな感じです。あ、待って、ここがちょっとなんかはみ出しちゃった。こんな感じです。で、ちょっと眉毛はこう濃ゆくないとっていうか、ちょっとバランスが悪いんじゃないかなみたいな。これバランス悪いの、眉毛ってちょうどだよね。ちょっと濃ゆい方が目がキリッてしてる印象になるのと、あと写真映えがする。でもどうせね前髪で隠れちゃうんだけど。 B さんありがとうございます。そう、本当にメイクはね練習しないとうまくなんなくて、私もまだ下手くそなんだけど。で、次は鼻筋を描いていきます。あ、これはアディクションのこういうやつこういうやつを使って、ここの眉毛のラインからこうやってここの影になってるところこうやって適当に、これは特にコツはなくて、こっから適当にこうやって持っていくだけです。で、眉毛難しい。最初なんかデビューしたての時とかメイクが分からなくて、眉毛を描いてみましょうってなってメイクさんが教えてくれて、で本当にさ技術がなさすぎて本当に西郷さんみたいになっちゃったの、今でも覚えてる。で、ここの私目が離れてるからちょっとこうやってここで近く、でも本当になんか自粛期間前まではこれを鼻筋に使ったこととか一回もなくて、ずっとここのシェーディングとして使ってたから、そう、ずっとこうやってでしか使ってないから、これを顔の上部分に使うなんてって感じなんですけど、でもメイク動画とか見てて皆さんがやってらっしゃったから、で、おでこ上げるときはここのところとかにもやってます。で、ここの鼻のところにもやってます。こんな感じ、ちょっとはっきりしてる。で、次はハイライトでクレドポーボーテレオスールデグラベースカラー、こういうやつを使ってます。こういうやつ、あー汚いね、これです。こんな感じで何色もなってて、これをまずさっきアイシャドウとかここで使ったから適当にここら辺の使ってない手で、で、ここのさっきあの紫のハイライトじゃない下地、これを入れた場所に入れていきます。これをね入れた場所に入れていきます。ここまず鼻筋じりに鼻のてっぺんにピョンでぼかす、こんな感じで、ここのさっき入れたところにピョンってピョンピョン、こんな感じで、次は筆を使ってここのクマを飛ばすようにこんな感じでここからこう向かってします。こうで、こっちも一緒のようにこうやってします。で、ここの顎のところにも入れます。おでこにも上げる際は入れます。で、最後ちょっと余っちゃったらここの鼻筋に1本ポンって入れます。
余ってるならほぼつかないんだけど、こんな感じでハイライトは完成でして、ちょっとツヤっぽい感じ、ハイライト入れたところだけちょっと光ってるの分かる、あこにきびこんな感じです。で次はまつげ、まつげもまつげ下地のヘレナルビンスっていうやつのまつげ下地、これもライブとか長時間するときにしかやんないんだけど、じゃーん、これは白いやつ、白いね液で本当にちょっとだけ つけて、でもう一個のあれどこやったっけ、もう一個ねヘレナルビンスのあれがあるんだけど、あった、これもさっきのまつげの下地と一緒のヘレナルビンスの、これは黒色を使ってます。これはどっちも2つも使うんだけど、こんな感じになってます。黒色、私は最近ね、あの茶色 あのマスカラが欲しいんだよね。これはエレガンスのやつです。エレガンスフルエクステーションマスカラブラック10番です。これはなんかよく見るとね、短い毛と長い毛があるんですよ。まずは短い毛を使ってこうやってジーグザーグ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 ってやってまつげを上げていきます。で、あ、いい、もういい感じかな、3回くらいこれをやって、で次はこっちの長い毛の方で、次はさーってギザギザにせずに上にパッてやります。こんな感じで、下まつげも余ったやつでこうやって適当にパーって、でもう一個最初にこっちは下まつげもやっちゃいます。でまたこっちで短い毛の方でジグザグ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 やります。でも本当にこのマスカラでね、印象はすごい変わるなと思います。で長い毛の方でさーって1回ずつやります。でこの1個のマスカラ終わりで、こっちのさっきのヘレナルビンスちゃんで仕上げでこうやってさーって、これは伸びるようになるので、こんな感じです。じゃん。おめえらさんありがとうございます。そう、なんか質問とかないよね。質問とかある。で最後にジルスチュアートのブルーニングデューオンインブラッシュチークカラーっていうやつで、これこんな感じ、うん、そう、まつげめちゃめちゃこれ伸びるんですよ。横向いたらこんな感じ、見えるかな、こんな感じ。そう、でもエレガンスの方が私的にはお気に入りかな。エレガンスのフルエクステーションマスカラブラック、まつげ下がってきたりしない、あ、そう、まつげはあのまつげエクステみたいのを私下してるので、でも本当にもう1ヶ月2ヶ月経っちゃってるから落ちてきちゃうから、このビューラーでも普通のビューラーの方が上げやすい、なんかホットビューラーを買ってちょっと失敗しちゃったなと思ったんだけど、このなんだっけ、あのこれは結構慣れないとうまく上がらなくて、私もね慣れてないから練習これしないしてないからあのうまく上げれないんだけど、もう普通に100円ショップとかでも こういうやつ、こうやってピャーって上げるやつとか売ってるから、それでやった方がやりやすいのかなと思います。そう、輪郭綺麗だから化粧も楽しそう。いやー、私もともと輪郭っていうかここ顔がすごいもともと太ってて、痩せて最近痩せれてね、でも本当に顔のさ形、私最近
構痩せて変わって、それでなんかすごい化粧楽しくなった。これはチークは適当にこうやってパーってやって、ここの腹のところでこうやって斜めにする、こんな感じで入れます。こうやって、でなんか可愛く見せたい時は目の下の横に入れて、かっこよく見せたい時はこうだったかな、可愛くはこうなのかっこよくはこうなのか忘れちゃったんだけど、どうにか入れるので、ちょっとチークの入れ方で印象が変わるっていうのを聞きました。そうで、今この化粧ポーチに入ってる口紅がなんと1個しかない、あ1個しかない、グロスも入れたら2個なんだけど、ちょっと下のリビングに置いちゃったんだけど、置いてきちゃったんだけど、これはルクスリップっていうやつ、ルクスリップのリップグロス PK109 っていうやつ。これはハチに噛まれちゃって汚くて、これもハチに噛まれて汚くなりました。イブサンローランのもう何番とか、結構昔に買ったからわかんないんだけど、多分ね、もうこれね、ルージュピュールクチャクチュールベベンルニベルニってやつです。1何番とか、あ9番かな、これ。そうこれを、でもこれは結構本当に濃ゆくて、でご飯とか食べても取れないんですよ。だからこれも100円ショップの筆なんだけど、100均たくさん、100円ショップのこういうリップのこうやるやつで、それでちょっとこうやって取って、ここの部分を取って、取りましてですね、でここのこうやってピッてこうやって取って、で普通にこうやってつける。どうやって顔痩せした？あ、顔痩せは、でも顔痩せっていうかダイエットをしました。もう私なんか結構太っちゃったら、あの顔に出て、最初に顔に出る、顔に出てからお腹に出るかな、顔に出てからお腹に出るっていう感じの体質で、だからちょっと太っただけでも顔に出ちゃう。前の日にポテチを一袋全部完食とかしちゃったら、次の日に顔がちょっとぷっくりしちゃったり、ここがパンパンになったり、こことかも輪郭も横側がちょっと崩れちゃったりしちゃうから、そのもう痩せました。炭水化物を夜は抜いて、今も夜はできるだけ抜いてます。でも最近ちょっと意識が薄れちゃってっていうか、あんまりちゃんとはやってないけど、でもほぼ白ご飯は抜くようにしてます。1週間のうち1日だけ、カレーとかの日は食べちゃうんだけど、白ご飯がないと食べれないから。だけどそれ以外の日とかおかずだけとか、夜だけ、朝はあんまり、朝からあんまりたくさん食べれる人じゃないから、ちょっと朝バナナとかを食べて学校に行って、お昼ご飯は普通にそう食べますね。でこんな感じです、グロスで。でなんかリップはここの外まで塗っちゃうと、なんかちょっと強くなっちゃうから、ここの中心のところだけパーって今みたいになって、うんってってやって終わりです。メイク完成、メイク完成、メイク完成。今何分ですか？今何時何分だ？ここの部屋でまだ時計はつけてなくて、そう、あ、で、あと1個あった、忘れてた。さっきのハイライトを適当にまた手にのせて、でここの唇の上にこうやってのせたらぷっくり見えます。ほらちょっとぷっくり見えるの分かるかな、こうやってのせたらぷっくり見えます。え、結構かかったね、30分ぐらいかかったんじゃない、メイク説明しながらだったから。でハイライトはちょっとまたこうやっていい感じに足します。
みんな暇だったでしょ、私のメイクなんて。ごめんね、付き合ってくれて。こんな感じです。いい感じ。アヒル口してみて。私ね、アヒル口ができないの。アヒル口はできません。なんかやり方がわからない。楽しかった？なんか質問とか、ね、絶対ないと思うけど、あったら言ってください。絶対ないよね、質問なんて。で、ちょっと髪の毛をいい感じに可愛くしてみようかな。いい感じってどんな感じってなるの。私ね、髪の毛のアイロンは巻きをするときは180ぐらいにするんだけど、最近は普通の前髪とか普通のストレートとかだったら160ぐらいにするように心がけてます。そう、こうやって前髪をこうやって、前田彩香さん卒業？チーム A の前田彩香さん。そうなんだ。でもまだ私も詳しくは、今初めて知って詳しくはまだわからないんですけど、それ理由っていうか、そのまあわからないんですけど、今コメントにもあったように、前向きな気持ちで卒業っていうことだのみたいなので、前田さんを応援してこれからも、あと3ヶ月、あと3ヶ月少ないけど、もし何かヒュートーンでなんかできたらね、なんかヒュートーンでできたら何かいいな。でも前田さんとは初めてヒュートーンになって、初めて一緒にお仕事とかをさせていただいて、それまでは全く初めましてっていうか、ほぼ一回も喋ったことがなくて、でもヒュートーンでも一番年上っていうかメンバーさんで、あのすごい私たちはまとめてくださってて、なんかなんていうの、いい意味でなんかまとめてくれて、いい意味で一緒にはしゃいでくれる。そうそうなんだ。でも悲しいけど、やっぱり応援するのが一番だから、応援したいと思います。頑張ってほしい。そう、でもヒュートンでもたくさん思い出があるからさ、そうでもやっぱり応援するのが一番ですよね。うん、頑張ります。そうなんだ。悲しいけど応援するのがね一番。何が今できますかって言われたら、本当に応援することしかできないから、うん、したい。そう、でもまだ詳しいことは私も知らないから、そのなんていうの、どういう理由っていうかさ、今はコメントでしか見てないから分からないから、またちゃんとその調べてからいろいろコメントは出していきたいと思います。そうだね、ヒュートーンで最後にライブとかしたい、劇場公演みたいな、できたらね、できたらいいな。何かできたらいい、最後の思い出作りとして。
でもさ、全然卒業って悪いことっていうかさ、なんか暗いことじゃないじゃん。なんか前向きにな卒業皆さんされるし、そうだからそれを一番に応援メンバーとしてしたいと思います。でもね、悲しいよね、やっぱりなんか一緒に活動ができないっていうことが一番悲しいけど、またプライベートとかでもね、会えるなら会いたい。そう、なんかいつもヒュートーンのレッスンとかの時もいつもレイちゃんまレイちゃんまって言って、ね、来てくれて、そう教えてくれてありがとうございます。ショートさんありがとうございます。おめえらさんもありがとうございます。鳥取太郎さんもありがとうございます。動画作って TikTok に投稿してレイちゃん宣伝して、嬉しい、ありがとうございます。なんかそうやってさ、ファンの方がこんな風になんか一緒に頑張ってくださるのなんかすごい嬉しい。そう、でも私もね、なんかこんばんは、こんな感じでどうでしょうか、メイク。ちょっと濃すぎるかな。なんかそんなに濃くしてないから濃く見えるよね。髪の問題？そっ、じゃあ友達がしてくれたツインテールちょっと外します。外してまたツインテールにする。もう冬休み入った、まだなんですよ。でももう本当にあと少し、あと少しの辛抱。あ、ちょっと待って、から落ちた。はぁ、お綺麗でした、ありがとうございます。嬉しい、綺麗じゃないよ。待って、もしかしてこれ後ろジグザグにしてくれてるかな、友達。あれ、ボケ無言するかもしれない。ライブの時とか握手会の時とかメイク変えてる？あ、でもあのコンサートの時とかはあのメイクを普通の普段のメイクをしたら照明とかに負けちゃったり、あとそのライブの会場によっては結構照明が強かったり、弱いっていうか普通のやつとかより濃かったり、あ、濃いっていうか強かったりする会場もあったりするので、そういう時はメイクさんが教えてくれるんですよ。なんかリハの映像っていうかを見て、あの今日はちょっと多分顔がいつものメイクじゃテカっちゃうから、あんまりハイライトとかマット系な肌にしてくださいとか言われたり、あとはちょっと照明が暗い時とかだったらちょっと顔を明るめにしてラメはあんまり控えてくださいとか教えてくださるので、それを参考にしながらメイクしたりします。でも特に何も言われない時は普段のメイクと同じメイクをしてます。でもライブっていうか劇場コンサートの時とかはマスカラはめちゃめちゃ時間かけてやってます。あと取れないようにします。グロスとかはだからあんまり塗らないで唇はマットな感じにするようにはしてます。でもどうしてもね、唇が乾燥しちゃうんですけど、まあ、それはしょうがないっていう。くない？あ、そうそう。
うん、悲しいね。でも一緒になんか本当に短い期間、去年の12月から活動して、いや約1年だね、1年ちょい一緒に活動できて、でも本当にね、こういうご時世になってしまって、予想不可能のこういうね時代っていうか時になっちゃって、なんかあんまり活動はね思うようにはできなく、キュートンでもできなかったんだけど、なんか少しの間でも一緒に活動をさせていただいたことはすごく、なんていうの、思い出だし、だから本当にね、なんか最後本当にできればでいいから、なんかヒュートンで企画っていうか、ね、ヒュートンとしての何かができたらいいなって思います。マックスさんありがとうございます。そう、でも悲しいけどね、やっぱり前向きな卒業っていうことだったので、私も応援して、だから私も前田さんの分まで頑張って AKB で盛り上げていけたらいいなって思います。そう、でも私じゃ、ね、前田さんの分までいやなんないじゃんみたいな思う方もいるかもしれないんですけど、まあそこは優しく見てください。ほほほさんありがとうございます。そうそう、おそう、今日は初のメイク配信ということで、そう、こんな感じに仕上がりました。いい感じかな。まつげさんめっちゃすごい、 これすごくない？これ何？あ、地まつげだ。なんかめっちゃ一本だけピョーンって長いんだけどこんな感じになりました。こんな感じになりました。髪の毛は友達のヘアスタイル友達のがやってくれた髪型でです。友達が、あ、でもちょっと、もうちょっとここ直したい。ちょっとまだあったかいから、ウェーブをします。あ、できた、まだあったか。いい感じ。お勉強になったのでよかった、嬉しい。こんな感じになりました。いい感じ。目はこんな感じ、うん、そう、特になんか変わってることは、ね、してないんだけど、まあ、こんな感じということでです。いい感じかな。これね、服おばあちゃんが買ってくれたやつ、でも結構前に買ってもらったやつね。普通に可愛くない？これね、これね、最初ね、もらったっていうか買ってもらった時は腕が出ないくらいね長かったの。でも今見て、普通なの、成長したって感じ。それもここも結構こんなぴったりじゃなくて、ちょっと肩が落ちてる感じだったんだけど、全然普通。逆に私これちっちゃいのかなってぐらいね、びっくりなの。そう、びっくり。かわいいね、この服、お気に入り。なんか着たいなと思う洋服がさ、たくさんありすぎてさ。そう、まつげ美容液使ってる。そう、まつげ美容液使ってます。で、なんかなんていうのかわからないんだけど、普通にプラーってお店入って、あ、これいいですよって言われたから、服が縮んだので、これね、
本当にね、何回かしか大切な時にしか今まで着たことがなくて、5回ぐらいしか着てなくて、これ服のサイズね、多分フリーサイズだと思うんで、でこれもね、ちょうどね今流行りのちょっと短めの丈のやつなの。服のサイズはね、何サイズだろうこれ。あ、M でもいつも S とかかな、大体いつも S か M でも M はね、大きいから S いつも着てます。あ、やっぱ服が縮んだ説ある。ブキニャンさん、ありがとうございます。嬉しい。化粧水何使ってる？化粧水は極潤っていうやつ。極潤だっけ、極潤っていうの、極に潤うの白色のやつ。透明じゃなくて白色、水色とかあるんですけど、青とか。私は透明じゃないや、白色の乳液と化粧水を使ってます。同じ種類のやつ、700円とかです。それもそう、もともと皮膚科とかのやつを使ってたんだけど合わなくて、でなんか旅行、東京に一人で行ってお仕事で、その時に、あ、化粧水忘れたと思って、その時にちょうどその極潤がセールになってて、その2個をパーって買って、もういいか1週間くらいだから肌荒れてってと思って使ったら、めっちゃそれがあって、だから今でも使ってます。そう、香水は何使ってる？私香水は本当に変えてなくて、変えてないというか使わないから減らないんだけど、ジルスチュアートのクリスタルブルームジェルパフュームっていうやつ、こんなやつ、宝石みたいな。これのお母さんがね青色を持ってて、で最近それが出てきて、だから私がそれももらおうと思いました。いい匂いだから。ちょうだいって言ったらいいよってやったから。でこれね、ピカピカするのね、なんかさ、これさ、いつもコンサートの時にしかつけないからさ、コンサートの時の匂いがする。あ、みんな使ってる極潤、お揃い、やった。そう、極潤いいよね。なんか首とかにも使っててすごいね、白くなる肌が。極潤だって、極潤なんか白くなる。ちょっとジェルタイプ、そう、なんかね、練り香水、練りっていうの、これなんかクリームみたいな、ハンドクリームみたいな感じ。これは学校用のさ、櫛なんだけど、もうすごい髪の毛長くなった。画質がめっちゃ綺麗。え、嬉しい。綺麗。そう、極潤チェックしてきます。そう、確かに化粧水とか乳液だったら男性の方でも女性の方でも使えるからね。確かに。それも今冬の時期だし、暖房とかつけちゃったら乾燥しちゃうからおすすめでね。なんかすごいね、潤うから、なんか結構いいよ。そう、いい感じ。やっぱりメイクするとさ、気分上がりますね。なんかすっぴんより、すっぴんと全然違くない？顔ちょっと目が濃くなったって感じ。なんかバワケみたいな、こんななってたけど。おかしいよ、おかしい。どうしたらいいの？なんかこうすればいいのかな。髪サラサラの秘訣、いや全然サラサラじゃないんだけど、でも月に1回、大体月に1回くらいのペースで美容室に行くようにしてて、そこでトリートメントをしてもらうのと、あとはフィーノ
フィーノみたいな資生堂さんかなのドン・キホーテで800円とかのこんなに大きいトリートメント、最近流行ってるやつなんだけど、蓋が赤色で周りが金銀色のやつなんだけど、それを週にね 2,3 回使ってます。日曜日、火曜日、か水曜日、か金曜日とか適当にして週に 2,3 回、3回4回ぐらい使おうかな。フィーノっていうのかな、フィーノみたいなやつがあるんだけど、それを使ってます、トリートメント。あとドライヤーする前にオイルを使ったり、 N っていうやつ、 N っていうやつは最初に塗ってドライヤーして、またドライヤー終わったらオイルを塗ってってやるようにしたら結構サラサラが持続します。そう、でも結構ね、前よりはサラサラになったと。でもそのフィーノっていうやつは800円とか600円なのにすごいサラサラになるの。だから何千円も毎月出して今までトリートメントしてたけど、それが結構ね2週間とかね、もう20日間くらい経ったらトリートメントの効果って消えちゃうから、でも今もう20日間くらい経ってるんだけど、そのフィーノを使い始めてからはサラサラが持続してます。そう、ドライヤーもいいやつは違うの。あ、そう、私も分からなくて、ドライヤーは普通の電気屋さんとかで売ってるやつ使ってるんですけど、でもドライヤーとかさ、美容師の方、美容師さんとかが結構ドライヤー何使われてますかって言われて、この間それで普通のやつですって言ったら、なんかそのこれすごいんですよって言ってて、で私がヘアアイロンで使ってるこれ、これの種類と一緒だったかな。これはね、ハホニコオイル、ハホニコってよく聞くじゃないですか、それのヘアアイロンなんで、これと同じ種類のドライヤーがあるみたいで、あ、もうヘアアイロン使ってるのはもう一緒に揃えてくださいって言ってくれた。またまた商売がうまいなと思いましたね。科学大佐さんありがとうございます。ライムさんもありがとうございます。そう、ナノケアがいい。あ、そうなの、ナノケアっていうやつがいいの。じゃあちょっと調べてみます。そう、じゃあランキングを読みたいと思います。じゃあ100位からカズさんありがとうございます。で88位、お、なんて読むんだろう、なんとかけんさんって読むのかな、なんて読むんだろう、なんとかいけんさん教えてください、ごめんなさい。48位、新海さんありがとうございます。47位、かすけさんありがとうございます。13位、おめえらさんありがとうございます。12位、たかゆきさんありがとうございます。11位、きよしさんありがとうございます。10位、マックスさんありがとうございます。9位 B さんありがとうございます。8位 YSA73 さんありがとうございます。7位ブケニャンさんありがとうございます。6位ライムアットまたオレンジ衣装見たいさんかな、ありがとうございます。順位が変わった、あ、順位変わりました。100位山川さんありがとうございます。88位チョコレモンさんありがとうございます。48位はカスケさんありがとうございます。47位ミランヤンさんありがとうございます。13位はオメーラさんありがとうございます。12位科学大佐さんありがとうございます。11位キヨシさんありがとうございます。10位マックスさんありがとうございます。9位 YSA73 さんありがとうございます。8位 B さんありがとうございます。7位ベキニャンさんありがとうございます。6位モチラブさんありがとうございます。5位ユキタンさんありがとうございます。4位トッポギさんありがとうございます。3位ライマとまたオレンジ衣装見たくなったさんありがとうございます。2位ウホウホウさんありがとうございます。1位はハヤトアットチャマーズさんです。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ明日は友達とお泊まりをするんですけど、その時にもしかしたら配信ができるかもしれないので、時間があればっていうか全然時間はあるんですけど、その時に配信ができたらお友達は出ないんですけど声だけの人になるんですけど、友達と一緒に配信とかできたらいいなと思ってます。じゃあ皆さんもし明日か明後日できたらまたお知らせするので、皆さんぜひチェックしてください。じゃあ皆さん急な配信でしたがありがとうございました。
バイバーイ。